はい、ゆったりるです。よろしくお願いいたします。本日はですね、不動産についてちょっとお話をしてみたいと思います。あくまでもアメリカ ETF の長期投資家をやっておりますゆったりぬのご意見としてお聞きください。どうでしょうかね。不動産、私も多少 J リートという形で不動産投資信託を所有しております。実際2018年で 10% ほど家賃収入を含めて上がっておりました。やはりその点からも不動産市場っていうのは J リートに関してはかなり手堅い動きをするとは考えております。まあ2019年今年に関しても大きく下がることはないけど家賃収入でトントンぐらいになるというふうに考えております。これから上昇するのかっていうとやはり難しいのではないかとは考えております。まあ非常にシンプルで需要と供給の関係で家賃の相場も決まります。まあ昔ありましたシェアハウスですね、あちらの方でなぜ満室にならなかったか悪くなったかいろいろ問題はあるんですが、やはり貸し手側と住む側の数がマッチしていなかったためにあそこまで崩れたとは考えております。まあ仕方ない流れだと思います。その点からも同じように、家賃相場がこのまま上昇し続けるかというと住む人の数は人口が減っていくわけですからやはり上がりにくいとは考えております。まあ、東京などの都心部に関してはそのまま維持する可能性があると思いますが、地方に関してはかなり難しい投資先ではないかと私は考えています。不動産に関しては私はそれほど、楽観はしておりません。個別のマンションを買おうかという不動産ローンを組もうか、まあ、不動産ローンとそのローンを組んでマンションを建てようかという発想には私はならないですね。やるんだったら J リートという形でビル所有したりとかそちらの方で家賃収入を得るというふうな考え方はしております。まあ、これからもまあオリンピック等ありますんでまだまだ上がる可能性はあると思いますが、やはり人口が減るというふうに考えると不動産で利益を取っていくっていうのは非常に難しいかなと私は考えております。まあ、不動産もいろいろありますんで、まあ、おそらく普通の方は住居系の方をイメージされると思いますが、これからどうなるかなって考えてやっぱり難しくなるとは思われます。不動産に関してですが、昔は人を集めてするような形が多かったんですが、やはりネット環境等も良くなりましたので別に一箇所に集めてする必要性がなくなっておりますので、オフィス関係も別に大きくする必要性はないという考え方もできます。その点からもオフィス関係も大変なことになる可能性がある。まあ、私はやはり上がるかなと考えているのはやはり物流倉庫関係ですね。やはりそういうネット通販とかがまだまだこれから伸びると思いますし、大きな物流倉庫を一箇所にまとめた方が効果が高いので、やはり物流倉庫関係のリートがこれからは伸びるんではないかと私は予想しております。まあ、不動産市場やはり日本はどうかなとは思ってます。やはり人口が減るっていうのがやはり最大のネックになってございます。しかしながら世界の人口は増え続けておりますので、これから世界の不動産に関しては私はプラスと捉えておりますので投資はしております。まあ、日本不動産に関しても J リートという形では投資をかからせてはいただいておりますので支援はさせていただきたいと思います。実際日本の不動産投資信託に関してはやはり換金性の高さから考えても私と非常に魅力的には感じておりますので、これからもそういう形で不動産には関わりたいとは思っております。さて日本の不動産これからどうなるかなといろいろ考えると難しいところですが、オリンピック終わった後これからがそこからがまた勝負ではないかとは考えます。まあもう高値にはなりつつありますので、あとは下がるだけかな。で下がったら下がったで妥当な金額になれば落ち着くとは思いますので、それから考えてもいいのではないかなと私は思います。皆様はどのようにお考えですか。本日はありがとうございました。それではまた。